皆さんこんにちは、エムズスキーサロンの吉田正弘です。はい、今回はですね、かずみさんとニセコにやってきております。イエーイ。夏のニセコいいね。ね、夏もいいですね。うん、なんか冬でね、昨シーズンは、安典さんと3人で、結構こう、エムズスキーサロンチームみたいな感じでね、滑ったりしましたし、はい、シーズン中も結構撮影でね、来ることの多いニセコなんですけれども、今回この夏にやってきてる理由としては、はい、実はですね、私もう一つですね、はい、使用させていただくスキーメーカーが増えました。気になりますよね。皆さんいろいろね、予測していただけるところだと思うんですけれども、うん、多分ね、おそらくまだ馴染みのないメーカーなんじゃないかなと思います。はい、その名もこちら、じゃん、ティーフパウダースキーでございます。かっこいい。かっこいいよね。これね、すごいんですよ。何を隠そう、はい、メイドインニセコのスキーなんです、ね。まあ、メイドインジャパンはさ、やっぱりこう製品がね、こうすごくいいとかってさ、いろんなあるじゃん、電化製品とか車とかもさ、はい、そういう信用って僕たち的にはあると思うんですけど、うん、まあ、スキーメーカーもね、国産のメーカーってある中で、メイドインジャパン、そしてメイドイン北海道、そしてメイドインニセコということで、すごい、まあ、北海道在住のこうプロスキーヤーの私としてはやっぱりこう目が離せないんじゃないかなということで、まあ、今回ですね、使用させていただくメーカーの一つとして新しく仲間に付け加わりました。はい、でこちらですね、実はニュージーランドトリップでもうすでにね、うん、僕使用させていただいたんですよね。かずみさんもね、映像チェックしたと思うけど、はい、最高最高どうですか。最高。うん、これやっぱ北海道の木で作ったりしてるんで、すごくなんかこうしなやかだったりとか、はい、丈夫だったりとかするんですけれども、うんうん、ニュージーランドの、なんだろう、今年ね、ちょっと雪少なかった部分もあるんですよね。はい、そうだから硬くてちょっとこう荒れたバーンとか、うん、まあ、もちろんこうピシッと締まったバーンもあったりしたんだけど、いろんなバーンで僕のこう体重で、僕のこうスピード感で、このエッチングの強さで滑っていっても、どのシチュエーションでもすごくこう威力を発揮してくれたティーフパウダースキーなんですよ。うん、でコンセプトはパウダーもオンピステ もうカービングで滑っちゃえっていうようなコンセプトなんで、はい、このスキーって多分皆さんもうなんかこう理想のスキーというか、うんうん、まあ、パウダー行くんだったらこのスキーみたいな、オンピステ行くんだったらこのスキーでも2台買えないなとか3台買えないなってあるじゃないですか。ありますよね。いや、1台で行けますよっていうのがこのスキーなんで、うん、まあ、ぜひね、今回皆さんにご紹介させていただこうかなということで、メイドインニセコで作ってるスキーですので、はい、今回ですね、こうパウダースキー、ティーフパウダースキーを作っているニカハラさんにお話を伺っていきたいと思いますので、はい、早速ティーフパウダースキーご紹介していきたいと思います。本日もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではティーフパウダースキーのニカハラさんにお話を伺っていきたいと思います。ニカハラさん、よろしくお願いします。お願いします。まず自分の、まあ、この板を作り出したきっかけからなんですけども、はい、まあ、大斜面で大回りをする、パウダーの上で大回りをするっていう場面で、やっぱりどうしても従来のロッカースキーですと、まあ、ターンのピーク、エイペックスで2段モーションとか、スキーの先っぽがこうたわんでる状態でセッティングされているのに、体重がかかって、うん、一番体重がかかる場面で、雪面にトップがこう設置する瞬間、一番おいしいところで、うん、こうブレーキになっちゃうというか、はい、あとは突然そこでやっぱ切り返しせざるを得なかったりとか、はいはい、でもっとスピードの次元があるとちょっと危ないなというところもあって、うん、スムーズなラインで大回り、もちろん小回りもそうですけど、うん、スムーズな素直なラインを描きたいなというのがもともとあって、うん、じゃあそういう板を探そうかなと思った時に、なかなか自分にそのフィットするのがなくて、それは100点満点って何でも難しいじゃないですか。難しいですね、はい、だからある程度、まあ、妥協と、それは滑り方でどうにでもカバーできる部分なので、ある程度、まあ、妥協というか、まあ、こういうものなのかなと思ってた時期もあったんですけど、うん、まあ、ニセコにスキーの工場があるということに今更気がつきまして、はい、そこでちょっと工場に掛け合って、はい、自分の好みの板を、100点満点の板を作れるかどうかダメ元で聞いてみたところ、はい、そのコンセプトにえらく共感してもらいましていいよって言われて、まず最初に自分の乗りたいプロポーションの190センチの板を作りました、はい、がそちらなんですね、はい、で、まあ、これは長さ190ですけど、はい、ラディウスは R20 以下なので、実は190あるけどもゲレンデでもかなりカービングができる、はい、うん、僕の好みで特にこの腹の部分、レーシングフレックス並み のしっかりした腹にしながらも、うん、トップテールすごいしなやかにして、
まあ、あのパウダーでも拾いがよく、うん、だからターンの出だしからでターンの最中もちろんあのしっかりしたあの腹なので頼れる、足場としてすごい頼れる。あとはもう加速に入った時の板はやっぱりこう芯材にすごいまあ高級なんですけども、うん、あの地元のダケカンバー、道南産のダケカンバー、ニセコだけじゃないですけども道南産のダケカンバー使ってまして、あと数種類その広葉樹を混ぜてかなりしなやかなあの芯材に仕上げているので、やっぱりそれがパウダーの中でもこうしなりと返りっていうのがすごい高級感あるグラデーションに仕上がってる、うん、でそれで実際試し乗りして味を占めたというか、はい、あのスキー作り自体がちょっと楽しくなっちゃったんで、コロナも一シーズンで終わらなかったので、うん、でその時に、まあ、さらに改良と、まあ、板のバリエーションをちょっと作りまして、うん、まあ、その自分の好みの板を作るっていうのが、まあ、きっかけですけども、はい、190じゃなくて今度180の板だったりとか、はい、あとはこの柄ですね、木目も、うん、これリアルの木目なんですけど、うん、すごいですね、プリントじゃないんですよね、プリントじゃないんです。でこれがなかなか今世の中に出てる板でリアルウッドでデザインの中に組み込まれてなかなかないんじゃないかなと、まあ、僕の調べた限りですけども、はい、こういうデザインで遊んだりですとか、あとこう違うタイプの板、これセンター110なんですけど、110これセンター110の180の場合、はい、でその分トップテールの太さ一緒なんで、うん、R が今度ちっちゃくなるんで、うん、さらに回しやすいというか、はい、中回りも、まあ、もしかしたら小回りも全然問題なくいけちゃうぐらいの、R の大きさ17とか18だったんで、うん、あとはこうセンター幅を小さく100っていうのも作ってみて、はい、センター100の173、うん、まあ、これはもう小回りなんかもビンビンいけるような、うーん、センター100なので、まあ、パウダーの中でも十分な浮力を発揮する、はい、まあ、これもかなりオールマウンテンのさらにくるくる回れるっていうところにちょっと寄せたタイプの板、あとはもうこれはこの1本しか今のところないんですけど、あとテスト用に出した1本と世の中に今2本しかないんですけども、すごい、センター100の185、はい、なんかファットスキーで出るスキーのレースみたいのが春キロロだとか、あ、はい、去年お会いしましたよね。そうですそうです、はい、たまたま、そうなんですね。まあそれこそ自分の好きな板を作るというところからスタートしたんで、はい、その大会に出るために作った板です。センター100のファットスキーじゃないけど、センター100以上っていうのがそのファットスキーに出る 大会のレギュレーションだったんで、うん、それに合わせて185のめちゃくちゃ速いファットスキー欲しいなと思って作りました。成績はどうだったんですか？成績は優勝しました。おー、すごいすごいね。なんかずるいんだかなんだかよく、ずるいのか、もうね、注目ありました。自分で作ってきたの。そうですよ、ね、色違いですか？あ、これはちょうど今このモデル名が映ってるんで、はい、センター110の方が NP シリーズ、うん、NP シリーズ、あ、NP110、 センター110が NP シリーズ、うん、で0102っていうのはまあ長さで、あ、はい、0102書いてます、うん、この NF っていうのは、はい、一応ニセコフォレストのイメージで F にしてるんですよ。なるほど。でこれはまあ別に意味知ってても知らなくてもいいんですけども、はい、このニセコパウダーの意味の NP なんですね、これは。はいはいはい、なるほど。ただもちろんその雪は世界共通なんで、はい、ニセコで乗るためだけではなくて、うん、まあそれはこの語呂として覚えやすいですし、あと自分としてはまあメイドインニセコということで、うん、これ実はこれ金属自体もここの町の板金屋さんでチタン加工してもらってるんで、中に入ってるチタニウムも実はメイドインニセコというか、くっちゃん、だからもうやってることとしてはちょっともう変態みたいな。ちょっと変態の人が寄ってきてくれた。はい、確かにもう変態と変態。あ、そうだったんですね。ぜひ気になっていただければ。あ、それはそれは。気になってる変態さんは。もう一つ特徴として、はい、このトップの形状が挙げられると思うんですけど、はいはいはい、この辺りってどういう効果を発揮したんですか？そうですね。みんなこのラインナップ全部、先っちょがこう、はい、いわゆる、スノーボードのパウダー用の板みたいな感じでこう先がとんがってるんですけど、はい、これはパウダーの中で抵抗をなるべく少なくする効果がありまして、たわみ全体で浮力が
あの出るような形にはなるんで、はい、トップの部分は抵抗が少ない方がいいんではないかっていうふうに判断して、でテストで乗ってやっぱりあのその効果は絶大だったんで、スキーの先っぽで雪を切るようなイメージ、雪が深くなっても止まる動きをしないでどんどんこう切って進んでってくれるイメージなので、はい、そのパウダーの上でのもうカービングをするという感覚をすごい助けてくれるのはこのトップの形状ですね。従来のカービングスキーだとトップ食いついた時に、まあ、食いつきはあるけれども同時になんかちょっとこう制御される感覚もあるというか、まあ、食いつきなのかどうなのかって結構微妙なところだったのが、こう最初のこうタッチが柔らかいけどこうシャープにこうターンのきっかけに入ってくれるところが結構僕も気に入ってるところで、ありがとうございます。このあたりねビジュアル的にもかっこいいんですけど、まあ、結構こう効果としても非常にこう高いあの構造だというところでぜひご理解いただけるといいんじゃないかなと思います。ティーフの意味よく聞かれるんですけど、あ確かにあのティーフってドイツ語で深いっていう意味、英語であのディープと同じ、ね、でなんかまあ雪の深さとかあのスキーの奥深さとかっていうのは、あの後から理由としてつけただけであって、その深さの名前、まあ、響きからあの来るものではなくて、ただ僕はこの文字が好きだった、この TIEF がずっと可愛いなと思ってて、可愛いですよねロゴもね、可愛い。なんかそれがあの最初にあって、で意味が後からついてきて、たまたまね深雪とか、確かにスキーとこうちょっと親和性のあるワードであったってことですね。そうそう、たまたまそれが、はい、まあ、ラッキーで、あのこれも広葉樹の葉っぱがこう落ちてるイメージで、まあこれなんかはあの紅葉の時のカラーの赤と黄色なんですけども、まあこう葉っぱ、広葉樹の葉っぱをイメージしたこのちょんちょん、はい、葉っぱと見てもらってもいいし、お水と見てもらってもいいし、深い理由っていうのは後からついてきてるだけで、なんでこの見た目ですね、ロゴに関してはあのそういうとこから来てるんで、で実はうちのそのグランパパっていうその宿自体のグランパパっていう名前も理由特になくて、あそうだったんですね、うん、これはあの母があのネーミングした名前だったんですけど、なんかキャッチーだったっていう、あそうや気になってました、はい、響きがキャッチーだったから僕はこっちは文字かわいいからっていうふうにした、うん、はい、そんな変態にかはらさんなんですけど、あの今後のティーフパウダースキーの、はい、まあ、展望で、まあ、お話できるとかできないとかあると思うんですけど、はいはい、ちょっとこうどういう形でチャレンジしてやっていきたいんだっていう、こう思いがあればぜひお聞かせいただきたいんですけど、そうですね、自分専用モデルから始まって、はい、まあ、今自分専用モデルかっこいい、三ヶ原モデル三ヶ原モデル幅広くちょっとこう乗っていただけるようなあのタイプの板を作り始めたんで、はい、まあ、少しずつではあるんですけども、この生産できる能力を上げてって、で、まだその大手の販売ラインに乗せてとかいうのはあまり考えてなくて、それこそ、変態カラーというかこのスキーの、しなりの良さを分かってもらえる人から少しずつ知ってもらえればなという段階で、変態数珠つなぎをじゃあこれから、そうです、これからまだどうなっていくのかあのまだ分かんない状態ですけども、ただその大きくこう本数を生産していくみたいな予定はないんで、あのかなりレアなスキーであることはまあしばらくなるですね。そうです、それは間違いないと思いますね。いや、なんでこのスキーですね、まずこうエムズスキーサロンでもたくさん今後こう滑りが見られるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひこう気になる方々はですね、まあ、僕たちからもこう試乗していただけたりとか、あのテストしていただける機会とかもどんどん作っていきたいなと思っておりますし、まあ、見かけた際はね、あのティーフパウダースキーってこれのことじゃないかっていうふうにぜひ注目していただければと思いますので、はい、引き続き皆さんティーフパウダースキーどうぞよろしくお願いいたします、はい、ということで今回はですね、メイドインニセコのティーフパウダースキーのご紹介を開発者の三ヶ原さんとさせていただきました。三ヶ原さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。